それでは皆さん、ご苦労様でございます。ただいまから第20回大阪府大阪市特別区設置協議会を開催をさせていただきます。大阪府大阪市特別区設置協議会規約第6条3項により、2分の1以上の委員にご出席をいただいておりますことから、計測数を満たしておりますので、会議が成立していることをまずご報告を申し上げます。本日は平成26年、11月21日付で協議会の早期開催を求める、要求が公明自民民主未来共産所属の委員から提出されていること、また平成26年11月28日付で特別区設置協議会に関する府市協議会の審議結果が大都市法第6条2項に基づき協議会宛に通知されていることを踏まえまして、急遽お集まりをいただいた次第です。この押し迫った時期に誠に申し訳ございませんが、ご容赦をいただきたいと思います。それではまず会長の選任の手続きを行いたいと思います。7月23日の第17回協議会において、動議があり、それを受けて委員間の間で、協議が行われ、その上で知事、市長の選任ということで、私が会長職を引き継いでおります。本日は改めて会長の選任を行いたいと思います。委員 の, 皆様方から、ご意見をいただきたいと思いますが、ご発言、ご意見のある方、挙手にてご発言をお願いします。はい、大橋委員、お願いします。ただいま会長の方から、新しい会長の選任についてご案内がございました。この間ですね、大都市制度に造形の深く、また非常に熱心に取り組んでおられます、また大阪府議会の最大会派の幹事長でもございます今井委員をご推薦いただけたというふうに思いますので、よろしくお願い申し上げます。ただいま大橋委員の方から今井委員のご推薦がございました。他にございますか。はい、はい、お願いします。民主未来の長尾です。会長の選任についてご提案申し上げたいと思います。会長副会長につきましては、これまで協議により、府市両議会の議長が選任されてきた経過がございます。条例協議会の時以来の慣例ともなっております。今この慣例を変更する理由は、全くないと、存じますので、両議会の議長から選任すべきであるというふうに思っております。会長につきましては、したがって、岡沢委員、徳田委員、どちらがなっていただいてもよろしいんですけれども、この際、諸事情を考慮いたしまして、会長には大阪市会の議長であります徳田委員を選任していただくことを、ご提案申し上げます。以上です。その他ご意見ございませんでしょうか。それでは会長につきましてですが、協議会 の, 会長につきましては、協議会規約第5条第2項に基づきまして、私と、市長が選任をするということに、なっております。ただいま長尾委員からもご意見はいただきましたが、私と市長の指名推薦という形で、会長を選任したいと思います。よろしいでしょうか。はい、それでは維新の、議員、大橋議員の方から、今井、委員を会長にというご推薦ありましたけれども、それで推薦したいです。よろしいですか。それでは、会長に今井委員を、選任をさせていただきたいと思いますので、ご了解よろしくお願いいたします。この件についてはご意見、ございませんでしょうか。はい、ありがとうございます。それでは、法廷協議会、会長に今井、会長を選任をいただきます。私とちょっと場所を変わらせていただきます。
ただいま知事市長から会長に選任されました今井です。協議会規約に沿って会長の職責をしっかりと果たしていきたいと、まあ、このように思います。委員各位におかれましたおかれましては協議会の円滑な運営にご協力をいただきたいということでよろしくお願いをいたします。それでは座ってさせていただきます。それでは議事を進めさせていただきたいと思います。まず協議会規約第5条第6項により会長に事故があるときまたは会長がかけたときは会長があらかじめ指定する委員が会長の職務を代理するとなっております。この件につきまして私の方からは職務代理者として酒井委員にご就任いただければと思っております。酒井委員におかれましては会議の運営につきまして特に私のサポート役もお願いしたいとこのように思っておりますので副会長としてご就任していただきたいと考えます。酒井委員よろしいでしょうか。ただいま酒井委員ということで皆さんのご賛同いただけたものというふうに思っておりますのでよろしくお願いをいたします。それでは酒井委員よろしくお願いします。自民党のところでございます。私と、岡澤議長でございますけれども、我々につきましては、規約の第5条につきまして、副会と司会の議長ということで選出をさせて、本法提供の委員として選出をさせていただいているわけでございます。で、今までの条例協もしくはこの法提供におきましては申し合わせの中で、知事市長の指名というのは存じてますけどもこれまでの申し入れの中で両議会の議長が、まあ、会長副会長ということでこの間進行してきたように記憶をいたしております。まあ、それは合わせて何を言いたいかと申しますと、両議長というのはそれぞれに会派には所属しておるものの、まあ、議会においてはお互い中立の立場を維持しなければいけないという職責ももう一方で持ち合わせているわけでございまして、まあ、これは議会であっても普段であってもしかりだと考えております。ですので我々がこの法提供に出させていただきまして、まあ、先ほど、ご両名から ご推薦ございましたけれども、今後岡澤議長と、私がこの場で発言をさせていただく内容についてなんですけれども、まあ、私は自由民主党の枠から出させていただいておりますし、岡澤議長さんも維新さんの枠から出ておられることになるかと思います。そうなりますと我々議長でありながら、一つの党に属した発言をしなければならないという矛盾がもう一方で生じてくるかと思いますけども、そこのところについてどうお考えいただいてますでしょうか。発言の内容についてです。私と、はい、岡澤議長さんと私が、はい、ここで発言させていただくことがですね、法提供の会長と副会長という職でなくなるということは、岡澤議長さんは維新さん、私は自民党から選出をさせていただいている委員ということになりますよね、位置づけとしては。はい、そうなりますと発言の内容が議長としてではなしにそれぞれの会派から所属する一委員としての発言に変わってしまうということになるんです。はい、ですので議長としての職責から少し矛盾を生じないかと。まあ委員としての職責で発言していただいたら結構です。それでしたら会長にお手数かけますけども、はい、今後のこともございますので岡澤議長さんと私につきまして、まあ、この場の発言につきましてはね、はい、まあ、議長ではあるんですけども、それぞれの会派から選出されている委員としての発言について、ご了解をいただけることを、まあ、この場で手続きだけ取っていただけてありがたいんですけど、なんかいい、はい、ところが先生ね、はい、
まあ、先般も申し上げたことはあると思うんですけれども、法廷協議会の会長という立場は、あの議会でね、議長と副議長がそれぞれこう単独で選ばれ、独立して選ばれて、で議長団を構成すると。だから、議長が不在の時は副議長がその代わりをすると、でしかも中立的な立場で議会の運営に図るというふうなご主張は、それはその通りだと思います。ただこの法廷協議会の会長職っていうのは、あの協議を経て市長知事が、指名するということになっておって、で会長、法律上は会長の指名だけなんですね。でただその法提案がありましたので、仮初めに副会長というお立場で、職務代理を置いてますけれども、あの法律上の位置づけはあくまで、あの会長に事故がある時の、まあ、リリーフ役としての、職務代理でありますので、あの、まあ、この場では副会長という呼び方をしておりますけれども、法律上はあのない役職なんですね。だから出ていただいている徳田議長におかれましても、 あくまで一委員ということでご発言いただく、これまでもそうでしたし、今後もそうであると思います。あの知事、市長が任命されることについて、否定しているものでは全くないんです。ただこれまで あの条例協の頃からの経過ですとかを考えたときに、今まではそういうふうに収まっていたと。で今回、初めて違う形になりましたよね。例えば一番最初条例協の頃でしたら、大内先生が、大内議長がなら大阪市会で行きますと。でその後辻先生、美濃部先生、木下先生と議長がそれぞれ副について来られたという経過がございました。で会長の補佐をされて来られたという経過がある中で、まあ、今回、ある意味仕切り直しての、まあ、新規って新しい法廷協の中で、まあ、今回そういう今までとは違う枠組みで臨むのであれば、岡沢議長さんも私も一応議長という立場でありますので、各会派の、先生方にそれぞれの所属会派の立場としての発言をすることについて念のためご了解をいただければというお願いであります。まあ、先ほど言いましたが、委員としての発言ということとして、受け付けていきたいとこう思います。それでよろしいですか。はい、それでは、はい、今徳田さんが徳田議員がおっしゃってるのは、よく我々議長の立場やけれども、公平な立場やねんけれども、この協議会の中ではね、とにかく私は維新や自民やし、意見がいろいろ違うかもわからんけれども、その発言は許してくださいよと、こういうことですので、それだけ理解していただいたらいいです。はい、はい、わかりました。はい、ごめんなさい、何回も、はい、で会長のお手間を取って申し訳ないんですけども、もしよろしければ各会派のご了解をいただければありがたいんですけども、岡田議長さんと私はそれぞれすることです。これについて、各会派別に意義ないですか。はい、わかりました。それでは進めさせていただきます。はい、ありがとうございます。はい、酒井副会長、一言ご挨拶をお願いいたします。ただいま、今井会長からご指名をいただきました、副会長、それから職務代理者としてのご指名をいただきました、大阪市会議の酒井義和といいます。よろしくお願いいたします。私の方も協議会の円滑な運営に尽力したいというふうに思いますので、委員の先生方におかれましては、どうかご協力いただきまして、よろしくお願い申し上げます。ありがとうございます。社長、花江、自民党の花江です。新しい会長と副会長ができたということで、ちょっと確認だけお願いしたいんですけども、我々が参加していない法廷協議会で、さまざまなこと、会長一任という議決をされているようですけれども、まあ、これについては、まあ、新たな会長が、副会長、会長、副会長が選出されたわけですから、それは、まあ、ご破産になったというかですね、その議決というのは、まあ、するんだったらもう一回しないといけないということです。どのように我々捉えたらいいですか。
ください。すいません、それについて今までの議決を踏襲して進めさせていただきたいと、このように思います。はい、踏襲ってどういうことですか。今までの議決をそのまま踏まえながら進めさせていただきたいと、こう思います。生きてるということです。ほな、会長一任ということは生きてるということです。そうです。はい、そしたら次に進めさせていただきます。次の議題に移らさせていただきます。大都市法第6条第2項に基づく府市両議会における協定書議案の審議結果について事務局から報告いただきたいと思います。よろしくお願いいたします。会長、大都市局その担当課長の発表になります。はい、ございます。資料1をご覧いただきたいと思います。大都市地域における特別区の設置に関する法律第6条第2項におきまして、市長市長は特別区設置協定書に係る議会の審議の結果を特別区設置協議会に設置しなければならないと記載されているところでございます。この規定に基づきまして、大阪府議会及び大阪市会において平成26年10月27日会議の定例会でいずれも不承認になった旨、平成26年11月28日付の文書をもちまして、知事市長からそれぞれ通知がそのとおりであります。報告の意味でございます。ただいま事務局から報告がございました。以上が府市議会における協定書議案の審議結果です。次に今後の進め方についてご議論いただければと思います。まず委員の皆様からご意見を頂戴したいと思います。会長、その委員、今事務局から報告がありました通り、この協定書案がですね、協定書案が、先の9月議会において、府議会市議会でも否決をされました。ただこれは大阪市議会においては僕自身、一度もですね、大阪市議会の議員と議論することなく、否決をされたということでありまして、大都市局の局長以下、行政職の職員が議員に対して説明をしたというところだけであり、実質的な議論は何らなされないまま否決に至ったところです。したがって本日改めて協定書案として先の議会に提出した協定書と同じ内容の協定書を協議会に提案することとします。この協定書案をベースに本協議会でご議論いただきまして、建設的な意見があれば柔軟に修正に応じていきたいと思っていますが、そうした意見がなければ本協定書案を協議会としてまとめていただきたいと考えております。市長知事の意見と考え方と議会の考え方が決定的に今対立している状況でありまして、二元代表制のもとこのような状態を解決するのは最後は住民投票であると考えております。我々知事市長もそして議員もですね、有権者から選挙で選ばれた存在である以上、両者の考え方が埋めがたいその対立状況になった場合には、知事市長や議員の上位にある民意に最後判断を委ねるというのが本来の民主主義の在り方であると考えておりまして、住民投票にきちっと付すべく、次のですね、27年2月の府市両議会に協定書議案を提出をしまして、そこでしっかりと議決承認をいただいて住民投票に向かっていきたいと考えております。そうしますと27年2月の府市両議会に協定書議案を提出するには、その1ヶ月前には協議会として協定書を取りまとめておく必要があります。このため次回協議会を、この本協議会次回をですね、年明け早々できれば1月13日火曜日に開催をいただきまして、その場でこの協定書案を成案化すべきと考えております。
今の議員の任期で言えば27年2月議会が最後の議会になるため、その場で協定書議案を議論し住民投票を実施するためご承認をいただきたいと考えております。以上です。はい、ただいま橋本委員から協定書の提案と今後の進め方に関して発言がございました。各委員におかれましては何かご意見ございますでしょうか。柳本委員。自民党の柳本でございます。橋本委員から先ほど市長の方からですねご提案がございましたけども、まず我が会派として、とりわけ市会議員団としてですね、この経過を受けての考え方を申し述べさせていただきたいと思います。先ほど橋本市長の方から両議会で否決されたものの、市会におきまして市長との議論が十分になかったという表現がありましたけれども、本会議などを通じて市長との議論もさせていただいているということについてはしっかり申し述べておきたいと思います。その上で府議会、市議会、両議会で否決をされたということの重みをしっかりと我々は受け止めていかなければならないというふうに思っておりますので、一旦この協議会を解散するようなことも含めてですね、本来であれば検討するべきであるというふうに思っております。しかしながら橋本市長の方から新たに提案をさせていただくという話もございました。ただこれまで正常ではなかった協議会で取りまとめられ、また両議会で無効まで決議された協定案書と協定案ということではですねなく、改めて新たな協定書を考えていくということであれば、現行法制度と比較をしながら住民にどのような変化をもたらすのかということについて、議論をしていく用意は持っておりますけれども、やはりその点については、議会での否決、そして、この間の経過というものを十分に踏まえていただく必要があるかと思っております。で、ちょっとここからは会長お許しをいただけるかどうかということなんですけれども、実は大都市法の中ではですね、両議会で否決された後にどのような形でこの特別区設置の議論がなされるかということが記載されておりません。で、可決された場合はその後、通知があって60日以内に住民投票という手続きまで記載されておるんですけれども、否決された場合どういう形でその議論を、再び起こすのか、あるいは、それを止めるという手法もあるのかどうかということについての記載がございませんので、もう否決されたのは10月27日でございますのでね、その後当局大都市局におかれましては総務省との間に例えばその協定書が全く同じものが協議会で、可決されたとするならば、それも、総務大臣の意見を聞かなければならないのかどうか、その上で、微修正の時はどうなのか、そういったことも含めてですね、どのような否決されたという現状を受けて、総務省との間でどのような議論がなされて、どういう手続きが考えられるのかということについて一定何か調整をされているのであればですねお聞かせいただきたいと思いますし、否決という事実があったということを重く受け止めるのであれば当然この2ヶ月間の間にそういう調整はされているものかと思うんですけども、そのあたり説明をもしお聞かせいただけるのであれば会長お許しいただけるようであればお願いしたいと思います。大統領観光部長のセンターでございます。議会で市長に見てますけど、総務省の報告に関しては、速やかに対応するということで、市会側は10月27日、議会に関しては、10月28日ということでございましたので、直ちにその日のうちに、調査のため、電話や電子メールで、総務省に報告させていただいたということでございます。先生おっしゃられました通り、大都市法の中では議会で不承認となった場合に、はございません。この点につきましては、適合の協定書についてですね、この時は直ちに法解釈が定まるものではございませんでして、この点は内閣総務省の方から明確な方がいただきたいと思います。はい、柳本委員、回答がないということは問い合わせはされたんでしょうか。この点はですね、我々の方から何度か読み出してやらないこといい。で、その回答がない状態の中で今回この協議会が年末のこの12月30日という場面で、開催をされました。
それについては、総務省との間に確認をして、今日先ほど同じものを出すという話があったわけでございますけれども、そういったことについても仮にですね、これから議論を経て、どういう手続きになるのか分かりませんけれども、その際には、例えば総務大臣の意見をもう一度もらうとか、あるいはもらう必要がないとか、そういったことも含めて確認をされた上で本日の協議会があるという理解でよろしいんでしょうか。山内局長。まず総務省との関係でですね、現時点で我々が明確に対応することではないんですけど、その担当者の見解ということでお伺いをしているのは、当然微修正があればですね、やはりもう一度総務大臣の方に意見を求めてほしい、こういうご意見をいただいています。でただ全く修正がない場合の取り扱いというのは、これは法律上明確な規定がないということです。この間、法務省から協議手続きを得るのかということは、ご回答をしっかりいただいているというふうに伝えています。ただ、急遽こういう形で法的協議会をいただくことになりましたので、この旨は法務省に連絡をしておりまして、当然こういう法解釈の問題というのは課題になってますよね。ということで、年明け早々ですね、決めましょうということで、我々は的に調整させていただくという、こういう手厚になっております。会長、橋本委員、今柳本委員の意見はちょっと2つの論点を含んでいるんですが、その総務省での扱いは、これは13日に、この今僕が再度提案したですね、協定書案が、成案化した時点で総務省の取り扱いはまたそこで確認をすればいいと思っております。もう一つの点なんですけれども、協定書案が、協定書がですね、一度議会で否決をされた場合のその効力の問題ですが、これはさまざまな見解があるかと思います。一つは府議会市議会で否決をされた以上、協定書なるものが全て無効失効になったという考え方と、府議会市議会で否決をされたのはあくまでも議案であって、この法定協議会での協定書はそのまま継続している。要は協定書自体を無効執行にさせるためには、この本協議会でもう一度その採決をしてですね、その協定書についての無効執行を確認しなければいけない。これはさまざまな解釈があるかと思いますが、そのような解釈は横に置いといて、今僕がですね、新たにもう一度再度この協定書案を提案しましたので、府議会市議会で一度否決されたということについて議論する実益は全くありませんので、今ここで、とにかく法定協議会が開催をされ、再開をされ、そして新たにですね、市長からこの特別区設置協定書案が、提案されたというこの事実をもってですね、府議会市議会で否決されたことについての議論はもう終わらせるべきだと思っています。そして総務省がどのような取り扱いをするかということは、13日の次回の法定協議会で成案化した時点においてですね、それまでに大都市局の方に総務省と確認をすればいいことですので、今柳本委員から出た意見については議論するまでもなく、この協議を進行を進めていただきたいと思っています。はい、最後にこの件に関してはこれで発言最後にさせていただきたいと思います。1点だけ聞くんですけど、これで最後にさせていただきます。協定書の取り扱いについての橋本市長の、ご認識とお考えは今お聞かせいただいた通りでございます。また総務省との間で明確に今現在ですね、議論がなされて、どういうふうにすべきだというような回答を得ているわけでないということもよく分かりました。そういう現状の中で、議論が進めることができるということは私も決して否定するものではございません。でその上で最後にお聞きしたいのは、であるならばですね、両議会の否決を受けてこの特別区設置の議論をもう終わりですよとするためにはどのような手続きが必要か、総務省に確認されたことはありますか、あるいは、どのような形が考えられますか、教えてください。それは大都市局に行くの、はい、大都市局。山内局長、こういう形での問い合わせというのは総務省にも一つはある。終わらせ方を、特に終わらせ方ということにですね、特に不具合がなくて、ただですね、こういう議論で言いますとですね、国家公的協議会を、役目が終えたということで、解散をするということが当然議論をしているわけですので、こういう手続きを取ればですね、基本的には
他にご意見ございませんか。会長。長尾委員。民主未来の長尾です。私の方からも今後の進め方といいますか、ただいまの橋本市長のご提案について申し上げたいと思います。唐突に今市長から先ほど否決されたという報告があったばかりの協定書と同じものが提案をされましたけれども、全く理解ができません。そもそも本日の法提供は何のために開催をされているんでしょうか。協定書の承認が両議会で否決をされたのであり、協定書は廃案であり存在をいたしません。法提供議会はただいま柳本委員もおっしゃいましたが、解散をするのが筋でございます。それでもなおもし大都市法に基づいて住民投票まで進みたいということならば、協定書を一から作り直す議論を法提供でしなければなりません。代表者会議も事前に開かれずですね、一方的に本日役所の閉庁日にもかかわらず法提供が招集をされましたが、スケジュールありなのか、ただいま橋本市長から日程の提案もございました。次回には成案化したいということであります。これから決められるべき日程があらかじめ設定されていること自身が不可解でありますし、とてもこのままでは正常な法廷協議会とは言えない、形式的に開かれているに過ぎないというふうに言わざるを得ません。先ほど議会での議論のこともご指摘ございました。協定書が否決されたのは、手続き的に無効ということももちろんありますけれども、中身についても支離滅裂であると、とても実現可能なものとは言えない、無理やり実現しようとすれば住民に迷惑をかける代物であり、とても住民投票にかけるに値しないということが理由でありました。先ほども申し上げましたが、もし引き続き法廷協議会で議論をするとすれば、期限は切らずに協定書を作り直す議論をしなければ開催をする意味がないということを我が会としては申し上げたいと思います。以上です。それに長尾委員にも改めて申し上げたいんですけれど、この法廷協議会の設置目的というのはもう書かれてあるわけですよ。協定書を作ることですよ。協定書の中身8項目について委員同士が意見交わしてね、で協定書を作れというのが僕らのマンデートです。でそれにもかかわらずね、僕らは、1年以上2年かけていろいろご指摘を踏まえてね、提案を修正して、今日来ましたけど、長尾さん、協定書をあなたとこ代替案とかあるんですか。これからまた新たに作れって言うたはるけど、1年半否定否定否定でね、こんな協議会すらいらん、そういう発言もありました。で自分のマンデートを忘れて議会から我々委員に付託されているっていうのは協定書を作れっていうことですよ。協定書を作るそういう目的を持って出てきている委員がですね、全然その準備もせえへんと、これは不十分やからやり直せやり直せで、自分のところは大体あるんかいったら何もない、どうするんですか。会長。長尾委員。私どもは一度もその協定書の議論を否定したことはございません。問題点を多々指摘してきたわけです。それに逆にそれに対する何ら改善というか回答はないじゃないですか。もともとのままですよ。ただそのことを申し上げて、回答がなかったらあなた方がそれ用意するのが役割でしょう。いや違いますよ、それは提案してください。待って待って、橋本委員、長尾委員の今のご意見はですね、司法の手続きとこの議会の手続きを混同されていると思いますね。司法の手続きは一度決まったことは時の経過とともに変わることはありませんが、この議会のプロセスというものは時の経過とともにその民意の状況によってですね変わることはあります。今回、さっきのですね衆議院総選挙における維新の党、我々大阪維新の会が源となっている維新の党の、得票数によってですね、その票の状況を見ながら、そして民意というものを適切に組みながら、時のその有権者の意識というものを反映させるのが議会というものですから、僕は今度の2月議会でこの先の9月議会の状況とは変わるというふうに思っています。ですから協定書案の中身は変えずともですね、
議会の状況が僕は政治的に変わると思っていますので、その9月議会ではもちろん否決にはなりましたが、次の2月議会では9月議会とは違う状況になると思っていますので、この協定書案をしっかりと2月議会に出すべく、この本協議会でですね、次の1月13日までには成案化をきちっとやっていただきたいと思っています。山中委員、この進め方の問題で、我々日本共産党の考え方も、申し上げたいと思います。冒頭知事の方から、今日のこの法廷協議会、経過開かれた理由として、公明さん、自民さん、民主未来さんで共産所属の委員から早期召集求める開催請求があったというふうにおっしゃいました。で、我々も、きちんと議論がなされて、もちろん今まで議論してきた協定書というのはとてもではないけれども市民の暮らしズタズタにするという意味でずっと批判を申し上げてきましたけれども、法の趣旨に照らしたら法提供を再開してきちんと議論をしていくということは当然のことだというふうに考えています。でしかし先ほどからありますように協定書っていうのは向こうの決議が府議会でも市会でもなされている上に否決をされたということで、いくらそこに政治的力関係が変わったとかいろいろおっしゃったとしても、協定書がどうなのかという点についてそこが緩むわけではないと思います。ですから今本当に法廷協議会再開して先ほどの理由のように我々が求めたからだとおっしゃるんだったら一からやっぱり協定書案を練り上げるという作業を全力でしていくというのがこの協議会の任務だというふうに思います。にもかかわらずもうはっきりともう1月13日に成案化するんだと、で2月議会で議決をするんだというふうにマスコミ報道では住民投票の日程さえ出ているというような、もう日程ありき結論ありき住民投票ありき十分議論ができないというそういう形でこう開かれた法廷協議会はやはり正常なものだとは言えませんし異常な形骸化されたものだというふうに思います。とてもこういう状況でしかもその否決をされた協定書をそのまま持ち込んで突き進んでも数の力で成案化させるなんていうことは到底認められないということを申し上げたいと思います。他ありませんか。宮原、市議会の経過は私はよく存じ上げありませんが、少なくとも府議会では総務の常任会でもあるいは本会議の場でも真摯にこの問題は議論をされました。でその上で否決をしているわけで、その否決の事実をきちんと重みは受け止めていただかないと橋本市長とその松井知事の会とはやっぱり具合が悪いと私は一つはそれを思います。それもう一つは先の総選挙のことをおっしゃいましたが、必ずしも維新の会が過半数を取ってるわけじゃないんですよね。比較第一党になったということであって、それを必ずしもその政治的な力関係の変化だというふうにおっしゃるのはちょっとそれは事実から言って違う、全くの何て言いますかね、事実と違うこの欺瞞だと思いますけど、だからそういう点ではやっぱり1月13日にその日程を切るというのはやっぱり具合が悪いということを申し上げておきたいと思います。宮原委員もそうなんですけど、山中委員もそうなんですけど、我々裁判官じゃないんですよ。選挙で選ばれた公選職ですから、任意というものを組んだ上でそれぞれ判断をしなければいけないわけですね。自分たちのその個人的な主義主張政治的な考え方、それだけで判断をしたらダメなんですね。いやですから9月の議会の状況と今の状況、その民意を真摯に汲み取った上で判断をしましょうと。維新の党が比較第一党になったけれども過半数を取っていないということはおっしゃる通りです。でもどの政党も過半数を取っている政党なんかありません。
ですから僕が言いたいのは、何も大阪都構想について、本当にこれが正しいのかどうなのかということは今の段階で確定的に言える段階ではないけれども、少なくとも住民の皆さんが自分たちで決めさせてくれという声も一定あるということです。だから維新の党は、維新の会はこれまでずっと言ってきましたけども、この問題についてはもう議会、市長、知事が確定的に最終判断を下す問題ではないと、これは言えばですね、僕自身も有権者の得票率で言えば 20% あるかどうかです。これは野党の皆さんだと同じですよ。なかなかこれ有権者のうちの 20% ぐらいしか票でもらってない僕らが最終判断を下すんではなくて、有権者自身に判断をしてもらうじゃないですかと。でそれはこれまでずっと我々が主張してきた中でですね、今回大阪府下のその衆議院総選挙の得票の結果を見ればですね、過半数は得ていないけれども 30% を超えているそういう票があるということであればですね、これはどちらが正しいかは最後は住民投票で決めましょうと、そういう僕は状況になったと判断するのが公選職の本来の判断だと思っていましてね、今この状況に至ってもまだ市議会の皆さんがですね、これを大阪都構想を葬り去る、確定的に葬り去るということ自体がですね、僕は民主主義に対する冒涜だと思いますよ。ですから僕自身はこれ大阪都構想正しいか思ってるけれども、でもこれ住民投票でですね否決されたらもうそれに従うということなんですから、だから野党各会派の皆さんもですね、もうちょっと有権者の皆さんに民意にですね真摯に向き合ってもらってですね、そちらで出た民意で出た住民投票で出た結論に従うということをみんなでここで確認すればいいんじゃないですか。我々たかだか有権者の 20% ぐらいしか票を得てないんですから、そんな偉そうに言える立場じゃないんですから、住民投票で決めましょうということです。住民投票に付すためには、これは2月議会で承認を得る、そのためには1月13日にきちっと今回の協定書案採決を得る、このプロセスでしっかりやっていきたいと思っています。柳本委員、改めてですね、この協議会の位置づけ、そして大都市法に基づくこの特別区設置の議論の進め方について確認をしなければならないと感じました。浅田、委員もおっしゃいました。確かにこの協議会は、協議会規約の第3条に大都市の区域における特別区設置協定書を作成することと定められております。しかしながら、これはただ単に協定書を何でもいいから作成したらいいというものではなくて、やはり大阪府民、長んづく大阪市民にとってですね、より良い生活が見込めるというような前提に立った協定書であるべきだというふうに思っております。合わせて言うなれば、その3条の2項には前後に掲げるもののほか、大阪市の区域における特別区の設置に関し必要な、協議を行うことと記されておりますので、すなわち協定書を作成すること以外についても特別区設置に関して議論することができるとなっております。私たちはこの協議会において現行法制度上、すなわち政令市である大阪市と特別区を設置した場合とで、どのような住民サービスにおけるですね、改悪があるのか、あるいはいい点があるのかということをより明確にすべきだということで主張し続けてきました。その上で大都市局に対しても現行法制度との比較をしっかりすべきじゃないかということも伝えさせていただきましたけれども、残念ながらそのような資料は何一つとして出てこなかったという事実をまずもって申し上げなければならないと思っております。そしてその上でですね、大阪市民のために良くなるというこの協議会での全体の認識が持てた上で協定書が可決されるということが非常に重要であるというふうに思っております。そしてさらに言うなれば、住民投票の話も出てきておりますけども、大都市法によりますとね、これはあくまでも、両議会で可決されたときに住民投票の手続きになるというふうになっております。この可決ということにつきましても、出てきた協定書案がまさに大阪市民にとって資すると、大阪の発展につながるという理解の下での可決に基づいて、やはり住民投票というものはなされるべきであるというふうに思いますので、そういった方向で考えるのであれば、今この場で議論すべき協定書案というものは、やはり、これからですね、さらに議論を深める、ことがなければ、より良いものは決してできない、この議論も非常に形骸化したもので、ただ単に1月13日に可決するためだけのものになってしまうということは申し上げておきたいと思います。柳本委員に申し上げたいんですけど、今委員がおっしゃったその内容そのものが正しいからこそ、
を住民に聞くべきだというのが私の意見です。ございませんか。どちらにしましても、この法廷協議会に、委員として選任される、委員は、すべて、民意で、選ばれた、任期付きで、議会へ送り出していただいたメンバーであります。我々に与えられている、任期、4年という間にですね、やはり、住民の皆さんに、判断をいただける、協議書をまとめるのは、これやっぱり、公選職、任期付き公選職の使命だと、こう考えておりまして、であるならば、4月には統一地方選挙が行われるわけであります。そうなれば、ここの委員の入れ替わりというものもあるわけで、現状の、委員として責任を持って、住民投票、住民の意見を聞くと。ということであれば、2月の議会において、両議会で、議決を、するところまでは、これやっぱり与えられた使命だと思いますので、市長の、提案をぜひ、ご理解をいただきたいと思ってます。清水委員。私の委員と一委員としての発言をさせていただきたいと思います。まず今回、特別区設置協定書案本日提案をいただきました。中は全部確認しておりませんが、前回出されたものと同じものであるということでいいんでしょうか。山口局長。前回出させていただいたものはい、清水委員。それではですね、この協定書案につきましては、我々大阪府議会におきましても、本会議、それから委員会におきまして、時間の許す限りしっかりと議論をさせていただきました。その中で、我々、公明党議員もそうした場で、この協定書に書かれている構造的な問題、それから一つ一つの具体的な課題、指摘をさせていただきましたし、その見解につきましては、総務常任委員会での意見開示、それから本会議の最後の討論の中で、述べさせていただいておりまして、その主張に沿って、私たち公明党としては、この設置協定書案ではダメだという判断を10月の議会で示させていただいた。この見解は私、委員として全く変わっていないということを申し上げたいと思います。で、今回、このような形で法廷協議会が再開をされました。で、本来、この法廷協議会が再開されて、一旦廃案となったこの案をもう一度仕切り直して、しっかりとした議論を尽くして、いいものにしていこうと、こういう趣旨であれば当然、賛成しながら一緒に議論を進めていかなければならないと思っています。ただ先ほど、市長の方からご提示のあったスケジュール、この2月議会の中で結論を出したい、このスケジュール感でいって次の1月13日にこの法廷協議会としての結論を見出した上で、総務省との調整も含めて2月議会に上程したいというスケジュール感を示されましたが、私たちこれまで法廷協議会にずっと関わってきまして、そのタイトな日程の中にこの構造的な問題を根本的に議論し尽くしてやっていけるかなどうか、非常に今疑問に思っております。そういう意味ではもちろん、この委員として参加している以上この問題に真摯に向き合わなければならないと思いますけれども、この期間中に一定の結論を出せと、でこの協定書案なるものがこれまでと同じものでとどまるならば、私は一委員としてこれには賛成できないという思いを持っています。ただし、先ほど市長がおっしゃった
民意ということの受け止めなんですけれども、前回の衆議院選挙の民意がどうか、これは私は一切考えておりません。で、本来であればこうした大阪府議会、大阪市会が中心となって作ってきましたこの法廷協議会の民意をどういう形で問うべきなのか。一つは私は次の統一地方選挙ではなかったかなと思っています。で、ここで私たちはこれまでの議会でのさまざまな議論の結果、いわゆる大阪都構想に対する各会派の見解をしっかりと申し述べながら、大阪市民、大阪府民の皆さん方に私たちの党としての会派としての主張をしっかりとご理解いただく努力をして、少しでもその両議会において我々の意見が反映できるような民意を得たいというふうに思っております。まあ、ただ私たちにもいろんな意見が寄せられております。まあ、確かに議会での審議というのは大事だろう、議会での手続きも大事だろう、だけど最後は住民の声で決するべきではないのかというお声があることも確かです。まあ、そういうことから現時点で私たちに寄せられています住民投票で決着をつけるべきではないのかということについても、私たちは真摯に今回検討しようというふうに決めさせていただきました。まあ、そういう意味でこの中身についての議論は議論としてまたしっかりやらせていただきたい。ただ住民投票で最後は決着をつけようというこの考えについても我々は真正面から向き合っていきたいというふうに思っておりますので、次13日の段階で、まあ、どのようなこの協定書案についての、態度を示していくのか、ちょっとこれはやはり今日お聞きしただけで私一員としては意見言えましても、ちょっと会派としてしっかりと協議をさせていただいた上で、まあ、責任ある発言を、まあ、次回させていただきたいと思いますので、そのようにお問い計らいいただきたいと思います。他よろしいですか。一つは市長に対する反論ですけど、市長もおっしゃったように3割少しで、逆に言うと7割近い人たちは実際に総選挙は都構想は別に言うほど争点になっていませんが、仮に都構想の問題を争点としたとしても、それはそれで反対の方が多かったというのも客観的に、もし市長がそういう言い方をされるんだったらですけどね、多いということも事実だと思う。それもう一つはやはり今度の協定書の一つの大きな問題点は市民にどんな被害があるかで、その維新の会の皆さんが大阪都構想によって何をやりたいか、まあカジノもその一つでしょうけど、そういう類のことが十分に中身がわからない、わかるような資料が出されてないもとで議論されようとしているという点では、私は総務常任会では闇の協定書だと言わせていただいたんです。もっと市民にとって中身がよくわかるそういう協定書に少なくともするということが、中身のいい悪いということと同時にですね、やっぱり市民から見て自分たちの暮らしとどういうこの関係があるのか、あるいは大阪府や大阪市の財政と今後どういう関係してくるのかというようなことをある程度分かるような議論をした上でないと、内容的な以前に手続きとしても瑕疵が残ると、私はそういうふうに思っています。そういう点では13日に全てを切るということが必ずしも正しいとは思いませんので、次の13日に委員会を開くということは要としますが、13日に決着をつけるということは必ずしも飲めないということは申し上げておきたいと思います。浅田委員
今お話を聞いておりますと、協定書の中身に関する意見もあるし、その進め方、プロセスに関しての意見もあります。で、先ほど市長が、提案されましたのは、これから協定書の提案とね、今後の進め方について、こういうふうにしたいという、提案をされております。まあ、いろいろ議論ご意見聞かせていただいておりますけれども、今これまでに出た意見でほぼ集約されていると思いますので、橋本委員が先ほどおっしゃった協定書の提案と今後の進め方につきまして、規約第6条4項に基づいて採決をしてはどうかと思いますが、いかがでしょうか。ただいま高田委員から橋本委員の協定書案の提案と今後の進め方について、採決してはいかがかと同意が出されました。はい、先ほど私申し上げたように橋本市長の提案は今日お聞かせいただきました。で、その趣旨とそれからスケジュール感も含めて今日お聞きしました。で、ただこれはですね、具体的に次動き出すとなればですね、もちろん私たちは委員として代表して参加はしておりますけれども、やっぱりきちっと会派としてその辺を意見を取りまとめた上で、これも日程をここで今日で決めてしまえばもうそれで進んでしまうわけですから、少なくとも議員として13日には私どもはきちっとその考え方を持ってくると言ってるんですから、ここで結論出してくださいというのはちょっと先ほど私が申し上げた持ち帰らせてほしいということが全く考慮されてないように思うんですが、どうでしょうか。ちょっと暫時休憩いたします。トイレ行きたいから、トイレ行きたいから、20分間の何、はい、職務代理者がいらっしゃるからよろしいですか。はい、僕の提案の趣旨はですね、13日にこの、まだ休憩してない、ね、休憩してない、いいですか。はい、どうぞ。すみません、13日にその協定書について一定の結論を得ると、そのことについてはきちんとこの法定協議会で確定をさせてくださいというふうに言ってるわけですから、この協定書案に今ここで、これは丸かペキかを出してくださいと言ってるわけではありません。きちっと2月議会に上程をするために、議案として上程をするために1月の13日の次回の法定協議会できちっと結論を出すというところまでが僕の今回の提案ですから、その趣旨を踏まえて今回そこまではこの協議会でですね、採決をして決定をしていただきたいと思っています。清水委員、そこが今回のポイントなんですよ、やっぱり、うん、別にそれを13日に開いてはいけないとか、その13日に決を取ってはいけないとか、そういうことを言ってるんじゃないんです。そういうことも踏まえて13日に開かれるということを私は会派に持って帰らないと言ってはいけない。で、次の13日にそういうことが想定されてますと、その時にきちっと会派としての意見を私たちが代表して持ってこないといけないんですということで、これから年末年始会派の皆さん方としっかりと協議しないといけないんです。はい、松井清水先生、今日ここまでこの年末にこういう法定協議会を開かせていただきまして、清水先生の、お話も分かりますけど、じゃあちょっと一旦休憩をさせていただいて公明党さんの考えをまとめていただきたいと思います。ちょっと静かにください。今から暫時休憩したいと思います。再開は4時15分から再開をいたします。よろしくお願いいたします。それでは休憩前に引き続き会議を再開したいと思います。橋本委員、最後の提案の趣旨を確認させていただきます。27年2月議会、来年の2月議会にこの協定書を議案として提出するためにも、
来年の1月の13日に、法廷協議会を次回開いていただいて、今回、提出しました、提案しました、この特別区設置協定書案をですね、これをきちっと結論を得ると、そういうことを今回、提案させてもらいたいと思っています。清水委員、まあ、今市長の方からありました提案につきまして、先ほどちょっと持ち帰ることでいろいろと誤解があったようですけれども、1月13日の開会で、なおそこで協議会として協定書を取りまとめたいということについて了解をさせていただく。ただし内容の賛否については会派でしっかりと協議をさせていただきたいと思いますので、持ち帰りをさせていただきたいと思います。ただいま両名の委員から意見がございました。今後の進め方について、採決を取りたいと思いますが、ご意見ございませんか。はい、それでは採決をさせていただきます。それでは橋本委員の協定書案の提案と今後の進め方について、規約第6条第4条に基づく採決に移りたいと思います。今後の進め方については、27年2月の府市両議会に協定書議案を提出する。そのため次回協議会を1月13日火曜日に開催をして、その場で協議会として協定書を取りまとめるということに賛成の方はご起立願います。起立多数です。よって今後の進め方については、27年2月の府市両議会に協定書議案を提出いたします。そのため次回協議会を1月13日火曜日に開催をして、その場で協議会として協定書を取りまとめていきますということに決しましたので、よろしくお願いをいたします。以上で本日予定の協議が終了いたしました。次回の、はい、はい、はい、その住民の皆さんに対する広報なんですけれども、はい、本来は協議会のこの進行状況、協議会でのこの話をですね、きちっと住民の皆さんに伝えなければいけないんですが、ただこれまでの政治的な状況からですね、協議会であるの発行を自粛してきました。ただ本日ですね、今回の医師の会だけではなく、高屋の皆さんも入っていただいて協議会を再開することになりまして、これを踏まえまして、次回1月13日の協議結果も合わせて、協議会であるの発行を再開してはどうかと思っています。そのことについて、ご指示をお願いしたいと思います。はい、今ただいま橋本委員から広報に関してのご発言がございました。この際何かご意見ありますかね。辻委員、都構想問題についてはですね、アンケート調査では、一時過半数の方々が都構想賛成というご意見があったけれども、その内実については7割の人たちが都構想内容を知らないと。これは市長の方からそういうことではいかんというお話だったと思います。この1年間停滞状態と私たちは見ておりますけれども、この都構想の状況を含めてですね、また否決をされた実態も含めてですね、全部洗いざらい市民の皆さんにきちっと広報していただきたいと思います。今日もいろんな反対意見も出ましたし、さまざまな見解があるということを市民の方々に知っていただいた上で、住民投票に向けてということを、ぜひともお願いしたいと思いますので、よろしくお願いします。他ご意見ございませんか。それでは、はいはい、どこだ。来月の13日の開会も含めた、まあ、いくつかのことが、ただいま決定したわけなんですけども、私今日初めての参加なもんで、いくつかちょっとやはり、まあ、疑問に思うことがあったので、ちょっとこれをお願いします。まずこの要項ですね、規約ですね、規約、まあ、この規約について、まあ、この間いろんな議論がなされております。まあ、今日につきましても、例えば会長の選任であったりですとか、柳本議員から発言のあったように、まあ、議会で否決された場合の、まあ、対応であったりですとか、まあ、例えば今のお手洗い休憩の取り方ですとか、
まあ、いろんなこの権限、何がどうなのかとですね、この規約について書かれていることで、そうでない場合の想定の範囲が非常に私は狭いような感じを持っていますので、もう少しこの規約をですね、この法定協の運営に混乱が及ばんような規約の運営をこの任期でやり遂げることがあるんであれば、これを命一番にやっていただきたいということをぜひお願いしたいなと、13日に決定をしたんですけども、13日開会にあたりましては、先ほどの長尾委員がおっしゃったように、これまで代表者会議というのを開会してですね、そこで、代表者の中で議論された後にこの法定協が開会されているという経過だったと存じてますので、今後につきましては、代表者会議の開会を速やかに、していただきますようによろしくお願いいたします。ご意見ございませんか。まず私の方からは協議会の広報の発行については、内容の吟味、各見解等を調整していただいて、広報していただくということで、事務局はよろしくお願いしたいと思います。それとこの会は債務を総理するのは会長ということになっておりますので、今のご意見も拝聴しながら再選を尽くしていきたい、このように思います。それで、よろしいでしょうか。はい、わかりました。以上で本日の会議を終了したいと。はい、代表者会議について、代表者会議につきましては、本来は議事運営上ですね、さまざまな協議会の運営についての話は、ね、で代表者会議が必要だったと思いますが、もう1月の13日、1回で、その中身の議論をして、決定するというところまで今日決まりましたので、代表者会議の運営についての代表者会議の開催は必要ないと思います。いや、今松井そうはおっしゃったんですけども、1月13日のこの会議が最後なんかどうなんか何の保証もないわけで、13日の委員各位のご意見によっては、まあ、今後末永く大阪のための発展的な議論がなされる可能性もありますので、今日新しい、ちょっと東大院に何を聞いてたんだろう。松井すみません、今発言中だからちょっと、はい、どんどん、いや、聞いてる、いや、はい、松井委員、市長の提案をもう一度、市長、ちょっと分かりやすく、はい、今日、今、可決されたことを分かりやすくお願いします。本日は、その議会に、議案を贈呈するために、2月の議会に、来年の2月議会に贈呈するために、1月13日で、この協定書案については取りまとめるということを、先ほど、協議会で、賛成多数可決したということですから。1月の13日以降、協議が続くことはありません。13日でも取りまとめるということが決まってます。じゃあ聞き戦います。じゃあ1月13日以降はこの法定協は開かれないということですか。あ、けど定義すればじゃあ次回でこの法定協は最後です。じゃあ最後の場合、この法定協の解散の手続きですね、それをどうお考えですか。はい、これは解散についてはですね、長が市長知事がですね発議して議会の承認を得るものですから、解散の必要性は知事市長、まあ、僕ら松井知事と僕がですねしっかり吟味をして、議会の方に発議をしますから、それはまた僕らの判断に任せていただきたいと思います。中でごめんなさい、先ほどですね次回で、可決するというお話が、まあ、あったと思うんですけども、まだ決も取っていないのに、まあ、なぜ可決するのかというのは私はちょっとごめんなさい、初めてだからようわかりません。橋本委員、可決ではなくてこれは公明党さんが持ち帰るということを言われましたので、結論を得るということです。
きちっとした採決をして取りまとめをするということであって、中身については公明党さんは持ち帰られている議論です。あの言い方間違いない、議決を得るです。可決じゃなくて議決を得るということです。じゃあ、 議決ということですので、採決を取るということですね。ですから、それが通る場合もあれば通らん場合もあるじゃないですか。仮に通らなかった場合のことを考えて、今までのような運営にしないためにも、規約をしっかりとね、会場のことをしっかりとした法提供が運営できるように、この規約をもう少ししっかりとまとめませんか。そして今までのように代表者会議を開いて円滑な議論をしませんかという提案をさせていただいておりますので、橋本委員、これは取りまとめるというふうに言いましたので、取りまとめが行われるんです。1月の13日にそこで、普通の国語で考えて取りまとめるんです。はい、よろしくご理解のほどお願いいたします。山中委員、13日に取りまとまるのかどうかは、あれですけれども、少なくとも1月13日の法定協議会というものも、議論はやっぱりする協議会であろうあるべきだということを考えたら、代表者会議いりませんという意味が私には理解できないんですけれども、つまりその我々だって13日に向けて発言をするのであれば、それで資料の準備であるとか発言の中身の準備もいりますしね、どのような協議会にするのかということを代表者会議で決めなければ、まさかはい始まりました、はい採決ですっていうふうにお考えではないと思いますのでね、やはり代表者会議はいらないというのはおかしいと思いますけれども、いかがでしょうか。これ最後は会長が会も総理していきますので、必要とあればそのことは考えますが、今日現在のところ、今のところその必要は考えておりません。採決まで会長に一任することですか。いや今の発言ではそう聞き取れますよ。いや、採決は私は一任されてません。でしょ、最後議決を得る、取りまとめるときに、どの時点で、会を、総理してですね、どの時点で、議決によって物事を決するかどうかは、会の運営者である、会長の権限です。最後のところはね、はい、例えば採決するにしても、事前に各会派の見解表明を求めるのかとか、あるいは求めたときにですね、例えば20分ぐらい喋り出したら長いって言って削られる場合もあるわけじゃないですか。そういったことを考えるとね、事前に協議をしてね、それで見解表明をするのかしないのか、する場合においてはおおむねどれぐらいにしましょうということぐらいですね、代表者会議やってもいいじゃないですか。でその上でね、あとはもう総理する会長にお任せしますけども、ある程度我々もいたずらにね、この会議をですね妨害してるとか変に伸ばしてるとか、そんなこと言われるようなことしたいわけではありませんので、逆にそれであれならば、事前に代表者会議をすれば見解表明しましょう、その中で、5分から長くても10分で抑えてくださいねということであれば、その中に収めるじゃないですか。それぐらいはちょっと寛容にですね取り扱っていただければ幸いでございます。僕その辺寛容性はあまりないんですが、しかし事前に進行上スムーズに進めたいということでありましたらね、一応考慮はさせていただきます。それでは本日の会議をこれで終了したいと思います。どうもありがとうございました。